俳優の成田凌が10日、都内で行われた映画、スマホを落としただけなのに最終章、ファイナルハッキングゲーム大ヒット御礼舞台挨拶に登壇した。物語の内容にちなみ、落としたくないものを聞かれた成田は、衝撃の落とし物癖を明かした。成田は、あまり、普段アクセサリーもつけないけど、メガネが良くなくなるんですと言い、これは昨日買ったんですけど、買っても買ってもどこかに行くんです。なので二度と落としたくないですと苦笑した。